とほんの少しで。成長したもんですね。とてもいい目をしていたわ。いいえ、育てればイタチ以上の逸材になる。だからこそ受印を与え、その反応を見るべく中に。まあどのみち木の葉を脅迫しようとは思っていたけどね。俺は受印の力に頼らざるを得ない。カレブ用だと。くらえ、食い物に飲み込まれてたまるか。素晴らしい。確かに実戦は時に忍びを大きく成長させますからね。私以上に彼を育てられる者はいない。彼の心の闇を理解する私以外に。まるでこの白寿司がついでだったかのようだ。転生の儀式を万全の体制で迎えてもらうためには準備は万端、計画も最終段階。いよいよあなたの体は私のものになるのよ、サスケ君。すべては目的のため。オロチマル様。何をしてるのカブト。大丈夫よ、あと少しであの体が私のものになる。転生を前にして私の気分はとてもいいわ。少しお待ちください。あのさっき、体はすでに限界を超えているはず。これだからオロチマル様のそばを離れられない。オロチマル様の成長が恐ろしいよ。五影どころか。ことは何もない。オロチマル、あんたは俺より弱い。ひよっこじゃなきゃ手に入りそうもなかったんだろ。こいつで俺を縛っているつもりだったんだろうが。来るのか、来ねえのか。ないや、やってみろ。受印で力を得た代わりにオロチマル様に縛られている。うちらにもはや自由などない。お前の目的は何だ。シャリンガンだけが欲しかったんだろ。しかし、だがあんたは世間でいうただの天才でしかなかった。自分の体を薬漬けにし、体を乗り換えてまでウチハの力。それにあんたのやり方は好きじゃない。この世の道理を解き明かすだのなんだのと、ヘドが出る。白い鱗の大蛇、それがあんたの正体だったとはな。大した慣れの果てがその姿か。さあサスケ君、その体を私にちょうだい。
這いずる蛇が空を飛びたいと夢見たところで、所詮無理な話。それでもどうにかしたいと巣の中のひよっこを狙ってたお前が、逆に狙われてたのさ。これから空高く飛び立つ、鷹の目にな。つけたな。これは白蛇の脱皮した皮だ。どうして白いの？さあな、よくは分かっておらん。幸運と再生。さてな、そりゃ分からんが。こう。もうよせ、死んでる。人体には一生のうちに使われることのない力が眠っている。その力を解放できればそれはね、とっても珍しい再生と幸運の。そうね、死者の復活は難しいわね。わかる。ここにある術を全て会得するのに一体何年かかるというの？オロチマル、やはり貴様か。たとえおかげと呼ばれようとも、死ねば全てはそこで終わりですから。バカにも程がある。木の葉でもない。そのためには組織だろうとな。新しいメンバーの到着だ。内葉を滅ぼしたあなたが暁に来るなんてね。さあ、その体いただくわよ。素晴らしい。術ではまだまだ殺せぬ。さあ、始めるわ。これはまるであの時の、その目。薬じゃもう持たないな。あのサスケ君が素直にうんと言うとは思えない。あれは巨大蛇の脱皮。カブト。
先生の儀式の記憶を見せられているんだ。バカな、ここは私の作り出した異空間よ。ありえない。オロチマル、もう分かってるはずだろ。私は不死のオロチマルだぞ。私はこの世を解き明かす者。まるで燃ゆる落日。どうしました？いや、なんでもない。オロチマル様が死んだ。